はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオブランド編究極、こちらのフロアにですね攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはねご覧の通りです。ではビリティ見に行きましょう。まずはリーダー、カベジョナですね。30分生命時期、託された少女の思いをつけてます。続いてホラ太郎ですね。ワンモアグレーとカベコンをつけてます。リンクスキルは白ユカコですね、をつけてます。そしてフレンドもカベジョナですね。カベジョナで 100%、 200% アップですね。 HP 200% です。では参りましょう。しかも相当重くなるのでちょっとやりづらいかもしれませんね。さあ行きましょう。いきなりね、先制攻撃を受けてしまいますが、まあここら辺はねしょうがないということで諦めていきましょう。で行きます。まずは、ナイフを処理していきましょう。処理しながら、弱点がつけましたね。弱点をついて走っていきます。さあ弱点をついたので安心していけますが、なるべくね、多く走って倒してくれればなという感じです。ジャック・ザ・リパーがこれだと倒しようがないですね。さあ行きましょう。スピーディーランですね。スピーディーランを先に倒しましょう。ジャック・ザ・リパーが埋まっております。さあこれでまずは掘り起こす感じでジャック・ザ・リパーを掘り起こしましたね。さああとは弱点をうまくついていければという感じですね。ジャック・ザ・リパーもまあいいでしょう。ここでゲージを全部没収されます。さあジャック・ザ・リパーを倒していきましょう。ここでね倒していって、ゲージがねちょっとねゲージを増やしていきましょう。 3.5 ゲージになるかな。グレートがあるから大丈夫だとは思うんですが、これだとうまくいかない。残念です。さあ行きましょう。続いても走っていきましょう。おっとそうでしたね。先制攻撃がいるので当たってしまいます。さあ弱点をついてチャカをつきました。さああとは 3.5 ゲージ溜まるまで走り続けましょう。なるべく削ってね置きたいんですが、うまいこと削れましたね。さあ行きましょう。ちょっと場所が悪いかな。場所が悪いので、こっちをね倒していきましょう。ワンチンを倒しますね。ワンチン倒してさあワンチェンを倒しましたので、さあさあ全回復しちゃいましたね。弱点をついてシゲチですね。今度はシゲチを倒していきましょう。余裕があるうちにねシゲチは倒しておきましょう。今度も 3.5 ゲージ溜まってくれるかな。そして倒されている、チャカ倒されている。これではダイヤさんが倒されないとどうにもならない。さあダイヤさん倒
倒れてください。そして、3ゲージまでね止まってくれたらありがたいですけどね。30分があるんで、あ、もう大丈夫ですね。さすがグレート、溜まるのが早いですね。さあ5ゲージ溜まりました。はい、続いて第2ラウンドですね。最終ラウンドです。さあダルブラです。ダルブラ、今度はダルブラをきちんと片付けていきましょう。防御無視なんでね、結構早く倒せると思うんですが、止まるのがねちょっと怖いですね。1ストップ、重さのためにね、1ストップじゃないですね。あ、倒してましたね。なんでこんなに速いんだろう。はい、でしょう。さあ続いては、リーパスをね倒していきましょう。先導を倒していきますね。リーパスさえ倒せればなんとかなります。うん、結構削れてます、結構削れてます。いいですね、早い段階で削りたいですね。なんかおかしな感じで止まっちゃいましたけど、さあさあさあ、パスがセペリさん倒せるか。いや、これはちょっとつらい、この動きはつらいぞ、この動きはつらい。どうにかしてほしいですね、こういう動きは。これで倒す、リーパスが倒せなかったらちょっと狂いますね。何かをねしたいという時にうまくいかないことにねなりますね。いって損した感じですね、さっきので。さあこれで倒しきってくれるかな、倒しきってくれるかな、倒しきってください、倒してください、倒れてください、倒れてくれました。はい、全回復ですね。究極リーパスオーバードライブです。全回復しました。はい、行きましょう。また変な形になっております。もうやめてほしいですね、本当に。これはどうにもならんです、どうにもならんとです、本当に。さあ、あとは削ってほしい。また変な方向になっています。また変な感じで動いております。さあ倒してほしいのはウンドゥール、なるべくウンドゥールを蹴ってほしいところです。ジョナサンではない、ジョナサンではなくウンドゥールを削りたい。ジョナサンではなくウンドゥールを削りたい。ダメでした、ウンドゥールは。削りきれませんでした。ウッシャーですね、ウッシャーで倒れてしまいます。さあ一応魂チップで回復しておきます。さあそしてこっちもウッシャーです。ビビりました、ビビってしまいました。一応ヒートコンボカウンターがありますが、まあ、これだけ体力があると、まあ、そこまで怖くはないんですけどね。壁波紋はあんまり入ってないはずなので、あー倒されてしまう、倒されてしまいました。残念、
さあ短期になってしまいました。さあどんどん体力が増えていきますね。まあ、一応ここは魂チップを一応使っておきましょう。弱点をついて、そうですね、うまく動くことができませんね。さあ次のターンになりました。そしてウッシャーですね。ウッシャーがやってまいります。ウッシャーです。うわー怖い。さあやってきました。さあ威圧からの解放です。威圧からの解放でジョナサンを倒していきましょう。もうねこれだとウンドゥールも怖くない。ジョナサンの方ももうそろそろで倒れるかな。この動きはちょっとやめてほしいな。あ、スピードワゴンも倒れました。ジョナサンも倒れて OK です。無事クリアです。ありがとうございます。なんとか、倒すことができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。今度はですね、究極のフロア3ですねを攻略していきたいと思います。ではラストバトル。